平成28年、東海市は今日も人や車が活発に行き来しています。横須賀町にある東海警察署。かつて東海警察署は高横須賀町にありました。平成元年、今の地に新庁舎が建てられ、現在までこの地で市民の安全を守ってくれています。警察署のあるこの地には、かつてボーリング場がありました。その名も東海ボール。ボーリングブームに乗ってにぎわっていましたが、その後、東海市立体育会館へ変わりました。写真は開館式の様子です。体育館での剣道大会の様子です。多くの若者が緊張した面持ちで並んでいます。平成になってから28年、今回のハロー東海は東海市の変化を写真で振り返ります。平成になって最も大きな変化を遂げたのが太田川駅前ではないでしょうか。高架化による人や車の往来がスムーズになり、駅前やその周辺はにぎわいが生まれました。太田川駅だけでなく、その他の駅も利便性の向上や時代の変化に合わせて変わってきました。昭和50年の尾張横須賀駅の踏切です。踏切のすぐ横に駅舎がありました。平成4年の尾張横須賀駅です。尾張横須賀駅の東広場はシティマラソンの会場となり、多くの人でにぎわうようになりました。平成9年の高横須賀駅です。まだ高架化がされていません。高横須賀駅は平成12年に高架化されました。式典では多くの関係者が盛大に祝いました。駅の庁舎だけでなく、駅の周辺も平成になってから変わりました。こちらは集落園駅前での挨拶運動の様子です。平成14年に撮影した集落園公園と駅前の航空写真です。中央に大きく見える集落園公園。集落園駅前に目を移すと大きな池があります。現在ロータリーとなっている場所です。愛知用水ができる前の知多半島はこうしたため池が各所にありました。駅前という立地でもこうしたため池は平成になってからも残っていたんですね。集落園公園の大仏、今日も人々や街を眺めています。昭和45年に撮影されたこちらの写真、大仏の横には弘法大師像が写っています。この弘法さんは平成2年に解体撤去されました。平成になって道路整備も随分進みました。荒尾地区には大型チェーン店が数多く立ち並んでいますが、これらは平成になってから道路整備が進んだことによってなされたものです。こちらは整備前の平成7年の写真です。車の往来はほとんどなく、周辺もこれから建設されるのを待つようにひっそりとしています。
平成16年になると剣幕の交差点付近まで整備が進んでいました。市の北部を横断する国道302号、その周辺に整備された朝山新田地区、現在は多くの企業が誘致され活発な経済活動の拠点となっています。かつて田園だった場所もその利便性の高さから有効活用されています。平成10年の航空写真では区画された地に少しずつ企業が誘致されているのが確認できます。平成16年になるとその数が少しずつ増え現在に至っています。市の南部では国道155号と交差し、南北に通る県道55号線、三井家小学校付近まで整備され、沿道には消防署南出張所があります。地域防災センターとしての役割も果たすとともに、いざという時の頼もしい存在です。南出張所はかつて鍵屋町中新田にありました。昭和49年、横須賀病院が閉院する様子です。同じ年、東海市が医療法人東海産業医療団から横須賀病院を譲り受け、東海市民病院が開設されました。その後、中野池に拠点を移し、現在の西知多総合病院へと受け継がれてきました。西知多総合病院の南、東海市で一番高い沖地山には公園が整備されました。鍵屋緑地は沖地山周辺に整備された平成26年度に完成した新しい公園です。できる限り自然のままウォーキングやさまざまな生き物観察ができるよう整備されています。人々の交流を生み出す施設も平成になって多く整備されました。千鳥敬老の家は集いの場所だけでなく防災機能を向上させた津波避難施設として生まれ変わりました。平成2年にオープンした中野池敬老の家、オープン当日多くの市民が完成を祝う様子が残されています。大堀敬老の家が完成したのは昭和58年。今では地域に欠かせない施設として多くの笑顔が集まるようになりました。東海市の未来を担う子どもたちの育成、教育の場の整備は子どもたちが豊かな環境で健やかに育つために欠かせないものです。保育園では園庭の芝生化が行われました。きっかけは市民からの投書で、草も芝の一種という考え方を取り入れたポット苗移植法を採用しました。芝生化をすることによって砂ぼこりの発生や気温の上昇が抑えられ、緑による情緒の安定も相まって健やかな子どもたちが育まれています。鍵屋小学校は安全安心で近代的な様相に生まれ変わりました。運動場の地下には貯留槽も整備され、防災拠点としての役割も果たしています。着実に発展を続ける東海市、平成になって早28年、時代の移り変わりの中で市民の皆さんがより豊かな生活を送れるようまちづくりを推進していきます。